どうも、昆虫ハウス101号室80です。本日はですね、10ヶ月ぶりにとある寄虫屋さんのご自宅に訪問しているということで、絶賛放心状態です。お願いします。すいません、度肝抜くようなオープニングで、いえ、一旦びっくりしましたが、寄虫屋さかきさんというね、主にタランチュラが専門の寄虫ショップの方でですね、今回お邪魔させていただきまして、2度目ですね。そうですね、はい、10ヶ月ぶりで、言うて寄虫って寿命が長いので、そんなに変わってないだろうと思ったら、結構なんかその飼育環境だったりとか設備もいろいろ変わってますね。そうですね、はい、特に生態用の棚ここら辺は前はなかったのかなと思います。そうですね、で前回が確か飼育部屋訪問と、あとおすすめのタランチュラをお聞きしたんですよ。で今回はこの寄虫屋さかきさんイベント前日ということで、この裏側と言いますか、寄虫屋さんならではのそのルーティンみたいなのを撮りたくてお邪魔させていただきました、はい。今来たばかりなんですけど、はい、それまでは何されてたんですか？さっきここのちっちゃいプリンカップのベビーちゃんたちのお世話してましたね。めちゃくちゃな量ですよ。こんな涼しい顔でレンジしましたじゃないですよこれ。そしてこっちにもいますからね。そうですね、こちらはメキシカレッドニーちゃんですね。あ、本当だ、レッドニー。え、これ全部メキシカレッドニーですか？そうですね。うわ、あ、かわいい。ブリンブリンの幼体ちゃんですね、はい。で、これからは繁殖用で育っている中ぐらいの個体のお世話をやっていきたいと思いますね。え、中ぐらい？全然でかいっす。あ、これはまあほぼ正解なんですけど、はい、ここら辺の個体をちょっとお世話していこうかなと。ちなみにこれグリーンボトルブルータランチュラですね。さかきさんが一番好きなタランチュラですよ。そうですね、はい。うわ、綺麗。かわいい。かなり発色いいんで、肉眼で見ても青とお尻のダイダイルがとっても綺麗ですね。うわ、ありがとうございます。これ大体全部やろうとしたらどれぐらい時間かかるんですか？この消えぐらいのゾーンは、ね、はい、まあでも意外と2時間とか。あ、いやいや、すごいな、簡単に言いますね。時間。坂木さんのブースは基本ベビーですもんね、販売されてるのが、ね、だから確かに大きな個体見るの新鮮かもしれないですね。視聴者様は、じゃあまずこれですね、ブラジリアンブルーちゃんから青色が出始めてるいい感じのサイズ。ああ、そっちにはこれは当たり前のようにレッドローチがたくさんいますよ。あげてみます。はい、あ、食べない。食べないけど今の動き興味ある動きですね。あ、そうなんですか。あ、あ、え、いや、すごっ。おー、行きました。坂木さん、タランチュラと心を通わせてる。すごい能力だ。え、今の一瞬の動きで分かるんですか？分かります。で、まあこうやって何匹か、あ、2匹抱えた。すごい。いいですね。おー、正面も入れてくれた。サービス精神旺盛だこの子。うおー、あ、で、意外と結構入れられるんですね。そうですね、食べそうな顔してるんで、はい、そういう子には入れてあげて、はい、おー、すごい欲張りさんだな。で、まあ水を補充してあげて、ちょっと溢れさせるぐらいが、あ、すげー。え、あ、そうなんですか。ですこれ榊ポイントですね。そうです。へ、この子のお世話は終了。終了。こんな感じのことをずっと繰り返して、ね、いや、めちゃくちゃいいですね。もう初っ端から勉強になることが多くて。これ使ってるケージってのは市販されてるやつですか？あ、そうです、これは100円ショップのシューズケースですね。ああ、そうなんです。シューズケースやっぱ寄虫対象いいですね。むちゃくちゃいいですね、はい。パンダごとで側面とあと上、はい、開けてって感じですね。そうか、通気性よくしてあげたら確かにこんだけ水入れても蒸れずに。そうですね、完璧な飼育容器ですね。続きまして、これ調子悪いな。やめて。いやいや、調子悪いよ、すぐ分かる。いや、ちょっとお尻が剥げちゃってて、あ、脱皮直前なはずなんですけど、もう、はい、3ヶ月ぐらい脱皮しなくて、餌も食べなくて、はい、うちのカメラマン平岡も最近調子悪くて、もしかしたらそうですね、来てるのかもしれないですね。エレクトリックブルー、あー、エレクブルー、エレブルー、ちょっと上げてみますね、はい、いや、おう、おー、すごっ。早かったですね。いいっすね。触れるや否や、結構お腹大きかったんですけどね。あー、食べる。そっか、そういうなんか膨らみ具合とかも見てるんですね。そうですね、いや、おお、見事。
結構食べますね。うぃっ、あ、いた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 、全部いっちゃった。こんぐらいですかね、入れてあげると。だいたい5、6匹。そうですね。あ、これ確かにちょっと意外と知らなかった部分ですね。コロンビアレッサーブラックタランチュラ、めちゃくちゃかっこいい。この甲羅の部分っていうんですか。そうですね、はい、こう甲羅の紫色の、これいいですね。食べるかな。はい、おん、あ、ちょっとビビってますね。おー、いた。さっきさ、めちゃくちゃ短いピンセット使いますね。こんな黒糖使ってない時のミホークですよ、これ。あんまり真似しないでください。よい子、真似しないでください。はい。あ、でもこの子は1匹ずつ大事にしていくタイプだな。ビビリなタランチュラなんで。あ、タランチュラによってそういう性格もあるんですね。結構違いますね、やっぱり。ボリビアンスティービーブルーですね。ボリビアンスティービーブルー、あれ、なんの、おお、今横にシェルター代わりにしてますよ、ローチが。で、ちょっとカビとか入っちゃったり、ゴミとかはスプーンで、はい、やっちゃいますね、ザクッと。ちょっとどいてっつって。おお、こんな感じですね。で、床材減ったら足してあげると。これ使ってる床材は何なんですか。ピートモスとバーミキュライトを大体1対1で混ぜた、ね、1:1で混ぜたものですか。へぇ、ゴライアスピンクフットですね。ゴライアスピンクフット、でかでかっ。いや、これ伝わるかな。うん、もう伝わってください。バカでけえ。あれ、餌が違う。大きい子にはジャイアントミルワームをあげることが多いですね。ああ、そうなんですね。大きさ的にあげやすいんで。あ、そういうことですね。なるほど。これは頭ちょっとピッてやってあげて、はい、潰してあげて入れます。無反応ですね。ブラジリアンサーモンピンクタランチュラ。え、すごい、カーリーヘアみたいですね。毛並みがそうですね、結構封鎖しておりますね。こんないるんだ。かなり重量級のタランチュラ。この子にもジャイトミラムですね。はい。はい。はい。あれ。めちゃくちゃ可愛い。可愛い。あ、これ眩しくて足で目を。ごめんな、俺のせいや。ごめんな。ブラジリアンブラックタランチュラ。毛並みがグレー、まあ、黒なんですけどグレーで上品な感じの毛並み。上品ですね、確かに。サイズもでかくてこの色味。大人気種ですね。これは確かにかっこよすぎるな。仲良くして。食べそうな子を今見てもらってる感じですかね。そうですね。よし、はい、見つけました。ゴライアスバードイター、世界最大のタランチュラ。ゴライアス、ゴライアスがいるだと。で、この子はペットローちゃんを、おい、あ、いや、すごっ、迫力、ありがとう、取れ高、おい、ゴライアス。もう無理だろ、さすがにもう無理だろ。はい、ゴライアス、お前はどこまでやれるんだ。はい、4いったぞ。5は無理じゃなくいけちゃう。5匹いけるから、ゴライアス。かわいいですね、この一匹残らずいったろうか精神が。かわいい。いや、すごい。器用ですね。そうですね、やっぱり、お腹結構すっきりしたところなんで、お腹がすいてたんですね。すげえすげえ。いや、圧倒的に甲羅がでかいですね、この横に広いというか。そうそうそう。あとね、この毛、ここからここまで全部毛がびっしり入ってるんですよね、足が。ほんとだ。なんだっけ、膝から足先まで毛がびっしりと入ってる、ね、今膝が出てこなかったんですか。そんなことあります。それがゴライアスワードイターの特徴ですね。はい、うわー、もういいよ、全部お前のもんだから、大丈夫大丈夫。まあ、これ絶対食べる子には本当にめっちゃ、確かに、たくさん置いといてあげるって感じですね。で、最後に水をあげて、はい、こんな感じですね。おー、いや、素晴らしい締めとしては最高でした。餌やりの方、はい、密着させていただきありがとうございます。え、この後、作業としては何されるんですか。この後は明日イベント、明日明後日アクアリウム東京というイベントが新宿の三角広場というところで開催されますので、それに乗っていく幼体たちの整理をしますね。なるほど。で、これがですね、あの土曜日に上がりますので、日曜日の方はね、もしかしたらこれ見て来ることはできますけど、日曜日の朝10時から5時までやってますので。そんな機種で榊さんは、まあ、虫はもちろんなんですけど、最近ね、アパレルの方に、はい、力入れて、服が普通にかっこよすぎて、俺今日も普通についてますよ。ありがとうございます。いいですよね、なんか、はい、虫が苦手な方に威圧も与えない、かつ虫好きもしっかり楽しめるデザインで、日常でも雲を感じれるようにというコンセプトで、タランチズムという
アパレルブランドを立ち上げましたので、もうサラメチュラ以外いけないじゃないですか。他の基準手出せないブランドは、はい、この動画の概要にですね、そちらの方購入できるサイトの方飛べるようにしておきますので、はい、興味あった方はぜひね見てみて購入してみてください。この動画良かったと思う方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。